ポケモントーナメントチャレンジカップモンスターボール。あらかじめ用意されたレベル30のポケモンによるこのトーナメントを制するのは果たしてどのトレーナーなのでありましょうか。ここで波乗りだ。決まった。これは効果的だ。試合開始早々いきなりダウンだ。初めから大変なバトルになっております。ここでディグダの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。いった。当たった。まずまずのダメージ。おお、狙い的中。倒れてしまった。さあ、一方的な試合が展開されております。ここでロコンの登場だ。これに使えるポケモンは最後です。現在のところ残るポケモンは3対1。おっと、効き目十分。残るポケモンはゼロとなりました。ここで試合終了。さあ、第2回戦です。今両者が最初に使うポケモンをフィールドに出しバトルが始まりました。この攻撃、うまい一撃。ここは次の攻撃に備えて力を蓄えます。両者とも大健闘です。ここで地震攻撃。よし、あー、ノックアウト。さあ、次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでニドラメスの登場だ。さあ、激しいバトルです。これだ。効果は抜群だ。一撃で崩れ落ちた。さあ、この強力なポケモンの最新撃を止めることはできるのでありましょうか。ここでベトベターの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1。あーっと、これは有効だ。これで勝者決定です。ここで試合終了。
熱戦が続いております。ここポケモンスタジアム、観客の声援に迎えられながら今第3回戦スタートです。ここで雷だ。逆転を受けた。一撃でダウン。早すぎるダウンです。初めから大変なバトルになっております。ここで日の嵐の登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。ここでポケモンをチェンジだ。ここでトタキンとの登場だ。さあこの場面であまり効き目がありません。さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。ここで波乗りだ。狙い的中。あーっとあっけなく倒れてしまった。さあポケモンは残り1匹。ここで羽根っこの登場だ。これに使えるポケモンは最後です。現在のところ残るポケモンは3対1。猛烈な吹雪、決まった。これは効果的だ。これで残るポケモンはゼロとなりました。ここで試合終了。バトルのますます激しさを増してまいりました。第4回戦です。ここで地震攻撃、効き目十分。さあ一方的なバトルになってしまうのか。ここでタマ様の登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。鋭い攻撃、効果は抜群だ。おっとしびれ子な。あーっと麻痺してしまった。両者とも大健闘です。ここは次の攻撃に備えて力を蓄えます。おっと麻痺して動けません。さあ熱戦が続いております。ここでポケモンを交代します。ここでアーボの登場だ。さあここで、おっとこれはいまいち。さあこのポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。おっとヘドロ爆弾、逆転をついた。さあっとダウン。さあ出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでヒマナッツの登場だ。
これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1。これで決まるか。入った。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。ポケモンたちの鳴き声がこだまするここポケモンスタジアム、この鳴き声が勝利の雄たけびとなるか。第5回戦です。ここで雷だ。おっと攻撃が外れた。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。おお狙い的中。あっと一発の攻撃でダウンだ。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ここでゼニガメの登場だ。これは期待通りの活躍を見せてくれるか。両者とも大健闘です。あーっとこれは効果は抜群だ。あーっと一撃で倒れてしまった。さあ一方的な試合が展開されております。ここでトタキンとの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。現在のところ残るポケモンは3対1。おお来ました。これは効果的だ。これで勝者決定です。ここで試合終了。さあ第6回戦です。トーナメントに参加したトレーナーたちも次々と敗退し、残るはたったの8名です。人事が出揃って、おーっと大きなダメージ。おーっと川一枚で繋がった。おーっと威張っているぞ。おーっと混乱した代わりに強くなりました。かたやまだ余裕しゃくしゃく、かたや疲れを見せております。あーっと混乱している。この攻撃ある一撃。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。
混乱はまだ解けない。さあこれは小さなダメージ。さあ熱いバトルが展開されております。ここで混乱が解けたようです。アンチだ。よし当たった。ここでノックアウト。さあ次のポケモンを準備です。ここでタマ様の登場だ。白熱したバトルが続いております。強い攻撃、これは有効だ。ここでサイコキネシス。あーノックアウト。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。次のポケモンの準備が終わって、ここでトサキンコの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対2。猛烈な吹雪。さあカットダウン。さあポケモンは残り1匹。ここでホウホウの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。現在のところ残るポケモンは2対1。この攻撃、これは効いている。この攻撃、おっと攻撃が外れた。さあ激しいバトルです。ここで波乗りだ。よしヒット。これで勝者決定です。ここで試合終了。セミファイナルバトルです。長い戦いにもかかわらず、ポケモンたちはまだまだやる気十分です。両者向き合って、ここで一発。当たった。まずまずのダメージ。こちらは決まった。これは効果的だ。おっと持っていた道具で体力を回復です。さあ熱いバトルが展開されております。いった、いい当たり。これはどうだ、効果は抜群だ。さあ熱戦が続いております。ここで地震攻撃。よし当たった。さあノックアウト。さあ今度はどのようなポケモンが登場するのか。ここでドーブルの登場だ。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。ここは次の攻撃に備えて力を蓄えます。激しい攻撃、一撃。白熱したバトルが続いております。ここでポケモンをチェンジです。ここでアーボの登場だ。
攻撃。あまり効き目がありません。さあ、このポケモン戦で試合の流れがどう変わるか。さあ、この場面で急所を捉えた。落ちたヘドロ爆弾、よし。やっと力尽きたか。さあ、出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでププリンの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1。いった、クルクに当たった。これで勝者決定です。ここで試合終了。チャンピオンの座につけるのは果たしてどちらなのでありましょうか。指示が出揃って、さあ手厚めに。あーっと走ってきた。さあ、ここで地震攻撃、これは有効だ。一撃でダウン、早すぎるダウンです。初めから大変なバトルになっております。ここでマラッツボミの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。ポケモンがモンスターボールに戻ります。ここでトタキングとの登場だ。ここは次の攻撃に備えて力を蓄えます。さあ、このポケモンチェンジがバトルにどう影響するか。この攻撃、効き目十分。